ラミ・ハムダラーはパレスチナ国の政治家、学者、同国首相を務めた。日本語の報道ではラミ・ハムダラなどと表記される。ヨルダン川西岸地区トゥールカレム近くの穴タ出身。1980年にヨルダン大学を卒業。1982年にマンチェスター大学で文学修士号を取得。 その後、1988年、ランカスター大学で、応用言語学の博士号を取得。1998年8月、アンナ・ジャーハ大学学長に就任。中央選挙管理委員会事務局長やパレスチナ、証券取引所代表などを歴任した。2013年、マフムード・アッバースと、経済政策などをめぐる確室から辞任した、サラーム・ファイヤードの後継として首相に指名され、 同年6月6日に就任。しかし、同時に設置された副首相の権限をめぐってアッパースとの認識が相入れず、わずか2週間で辞表を提出し、一旦はアッパース議長に受理されたが、その後再び首相に指名され、続投した。2014年、ハマース率いるガザ政府との統一暫定政府の首相に指名され、6月2日に新内閣が発足した。 しかし2019年1月27日にアッパースの所属するファタハが新政府受立を勧告したことを受け、翌28日に首相辞任を申し出た。29日に辞表を提出し受理された。2019年4月13日にムハンマド主体へ政権が発足し首相を退任。ありがとうございます。